次に山本太郎君の質疑を行います山本太郎君委員長え自由党共同代表の山本太郎です自由社民の会派、えー、希望の会を代表して質問いたしますその前に一言沖縄の民意はこれまでの国政選挙の結果で何度もはっきりと示されました辺野古新基地建設や高界にヘリパッドはいらないということ 丁寧な対話どころかその声は踏みにじられ安倍政権の応募今も現地で続いています現場の反対運動の中心的存在山城弘次沖縄平和センター議長が4か月半もの長い間交流をされ続けています2015年悪性リンパ腫という大病を患った山城さんを4か月半もの間閉じ込め保釈請求も認めず家族との接見も禁止する非人道的な扱いに 国際人権団体、アムネスティ・インターナショナルなどからの声明、安倍総理は受け取っているはずです。国際非公金者、処遇最低基準規則、いわゆるネルソン・マンデラルール、これに違反する、どこぞの独裁国家顔負けの山城さんへの扱いに強く強く抗議をいたしまして、本日の質疑に入りたいと思います。よろしくお願いします。世間にやっと認識が広がりました。大阪国有地、ただ同然払い下げ問題。巷では、 アッキード事件とも呼ばれるこの件、総理はご自身が関わっているなら辞任をするとまでおっしゃった、この件に関して、省庁の動きがすこぶる鈍いんですよ、2週間以上待たされた上に、今も協議中だっていう資料が山ほどあります、怪しいなって逆に思っちゃいますよ、これじゃ、資料出さないんですもん。総理本当にににこのの件に関わっていないといなとうのであれば省庁に さっさと資料を出すようにどうかご助言といいますかご指導いただけませんかね早く幕引きしたいんだったら早く資料を出す以外ないんですよろしくお願いします総理佐賀佐賀理財局長いないよ あの事務的な資料のことでございますので、答弁させていただきます、さまざまな資料の要求もいただいておりますし、まあ、あのこういう答弁の資料もございます、えー、我々あの一生懸命やらせていただいておりますが、やや間に合わないところもあるかと思いますが、一生懸命やらせてあの提出させていただきたいというふうに思います安倍内閣総理大臣。まあ当然、あるべき資料についてはです、ね、ちゃんとこの要注にお答えをさせるようにです、ね、しっかりと指導していきたいと思います。 山本太郎君総理、ぜひお願いしますあの、この問題をね、本当に総理が関わってないのであれば、いつまでも引っ張って,て,引っ張ってたらしょうがない、しっかりと問題を解決するためにも、総理にぜひあのもう一度言っていただきたいんです、しっかりと、えー、省庁に資料を出させるという一言強い一言、お願いします安倍内閣総理大臣。えーまあ、当然、えー、要求されればです、ね、必要な資料を提出する義務がありますから、まあ、しっかりとその義務を果たしてまあ当然のことでございますから、えー、そのように。えー 指導していいいきたいとます山本太郎君、はい、総理が関わっているか関わっていないのか、これ一度横においてお聞きしたいです、よろししくお願いします世論調査では、圧倒的多数がこの件について不可解だと追及すべしと感じているようです、ただ当然、わずか1%の利息で分割払いにまでさせてもらえるなら、国有地を私にも払い下げしてほしいという問い合わせの電話が私の事務所にもあります。 どうして私に言うのかなって話なんですけどね、なんだかおかしなやり取りが多いなって、不可解な土地の取引だな、日本国民の多くがそう感じるように、総理も普通に感じられますよね安倍内閣総理大臣。あのままずもう一度申し上げておきますがこの 土地の売買、あるいは認可については、私も妻も全く関,関わっていないということは明確に申し上げておきたいと思います。で、価格についてはです、ね、私がこれは価格が適正かどうかということを申し上げる立場にございませんので、これは、えー、理財局の方からお答えをさせていただく、しかし様々な議論がございますから。 独立した会計検査院において、徹底的に調査をしてもらいたいと思いますし、同時にその調査には政府が全面的に協力をしていくことは当然のことでございます山本太郎君、最初にでも聞かれたときに、なんか不可思議だなって、日本国民がみんな思ったように、多くの方々が思ったように、総理もお感じになられたでしょ、なられなかったんですか安倍内閣総理大臣。 まあ、まさに、えーまあ、政府としての行為でございますから、私がここで軽々にです、ね、私の感じをです、ねえー、申し上げることは適切ではないと、このように思っております山本太郎君。適切ではないということは、じゃあ、言いたいことは別にあるということなんですね。おかしいなと思ってるという話ですよね、分かりました。えー、総理、ご夫婦の間でね、この件について、事件後、どんな会話されました安倍内閣総理大臣。まあ、これはの、まあまあ、夫婦の会話でございますから。 それをこ,こでご紹介することは控えさせていただきたいと思いますが、しかし、様々な質問がございますから、その質問については確認をさせていただいたところでございます山本太郎君。打ち合わせの詳細については秘密だということですね。え何も聞かれて、何か聞かれたとしても、決して話すなとかっていうようなことは奥様にお伝えしてますか <laughs> 安倍内閣総理大臣。あの私と妻との関係はです、ね、そういう関係ではなくて。 全く対等な関係でございますから、私が妻に命令することはないというふうに、えー、ご理解をいただきたいと思います山本太郎君。なるほど、対等な関係であると、維新伝心であると分かりました。えー、総総総理理理にお聞きしますすす夫人は後人ですか詩人はででかか安倍内閣総理大臣 公人かどうかということに申し上げましたは、確かに妻は総理夫人というふうに呼ばれるわけでございますが、これはいわば約束があるわけでもありませんし、事例が出ているわけでもないという意味においては、公人ではないということでございますが、しかし、私を例えば外遊する際にですね、同行したり、そういう,ふうサポート的な役割は行うと。 いいうことで理解をいただきたいいと思います山本太郎君、えー、昨日の小池さんのときの、えー、妻は詩人だというような趣旨のお話とはちょっとずつ、あのー、慎重になってきている感じがしますけどね、はいえー、同じ答弁ではないでしょ、はい、先にいきます、えー、昭恵夫人には専属のスタッフがついているということをお聞きしています、これ、何人ぐらいいらっしゃるんですか、そしてその出向元を教えてください、この目的は何でしょうか。内内閣閣官官房内閣審議官 ご説明いたします内閣総理大臣への動向や国内外への会議の出席など、内閣総理大臣夫人の行動のサポート等を適切に行うため、総理の公務が全体として円滑に進むようにする必要があることから、総理夫人をサポートする職員を全体として5名配置しているところでございます。これれらの職職員員は経済産業省省び外務でで採用された職員でございます山本太郎君 あすいませんもうちょっと詳しく、出向元、教えてもらっていいですか。葉野内閣審議官。<coughs> 経済産業省から2名、外務省から3名ということでございます山本太郎君。5名ついてる、選挙で選ばれた私たち国会議員よりも2人公費で雇える、えー、に幅が多いということになるんですかね。 ねえ総理夫人が総理と共に海外に公務で出張した際、夫人に対する手当てって出ますか、またその手当ての名前と金額はいくらなのか、国内の場合だとどれぐらいですか、教えてください。<上>内閣審議官ご説明申し上げます 総理夫人が内閣総理大臣の公務を補助する活動を行うためには、総理の出張に同行する場合には、旅費法の対象となりうるということでございます。その場合、総理夫人に対しましては、交通手段および露呈に応じ、その際にかかった経費が交通費として支払われるということでございます。なお、第2次安倍内閣発足以降、日当は事態の申し出がなされており、支払われていないということでございます。 山本太郎君これ、日当は出るけれども、辞退されてるっていう話なんですけど、これ、また別の、えー、そのこの,名,あのなんですか、ね、名目ではなく、例えば、官房機密費からとかっていうようなことで渡したりとかっていうことはあるんですか、総理、確認ですよ、質問者の、えー、自由ですから、すみません安倍総理大臣、全くございません。山本太郎君 ありがとうございます全くございませんと、じゃあ、今まで支払われた手当というのは、昭、え、恵、ー、夫人に対しては一銭もないということでよろしいですか羽生内閣審議官第2次安倍内閣以降におきましては、日当はご辞退されておりますので、日当については支払われていないということでございます山本太郎君。一時ではあったと羽生審議官 第一次安倍政権下におきましては、ご辞退の申し出ございませんでしたので、支払われていたというふうに承知しております山本太郎君。今までに支払われた総額はおいくらでしょうか安倍審議官先ほど申し上げましたとおり、えー、総理同行への出張に際しましては、適切に旅費法に基づいて、交通費等を従っ支払っているところでございます。 1> 第一次安倍内閣および第二次安倍内閣以降におきまして、総理夫人に対して支出した交通費等の総額は約145万円ということでございます。山本太郎君なるほど、えーまあ 少なからず、えー、マンパワーと税金は投入されているということは確実なわけですよね、額は多い、少ないというのはそれぞれの感覚によると思います、事、ま、態、あ、は第二次ではされてるということですけどね、でも、マンパワーと税金からの支出その人、人によってもそれ賃金でも発生するわけですから、当然ですよね、出向させてるんだから、それを5人、人を使ってるってわけなんだから、これ、詩人で通るかって話なんですよ、公人じゃないかって、政府専用機に乗れる詩人って、他に誰がいるんですか。 公人じゃないですか。当たり前ですよ。ファーストレディーですもん。これね、あの、私、これが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。で、総理にお聞きしたいんですけど、この五人を、あの秘書に対して五人つけるっていうのは、えっ、ー、と、昔からこういうことなんですか。それとも総理がオーダーされたんですか。安倍内閣総理大臣。あのおおお、何のために申し上げておきますが、政府選用機には。 記者も多数乗っておりますし、経済界の方がです、ね、同行される場合にも乗る場合もあるということでございます。また地方に、海外に出張した場合は、私と同室でございますから、いわば同室でございますから、特別に別の部屋があるわけではないということは申し上げておきたいと思いますし、また日東については、第次政権以降はお断りをしていただいておりますが、日東は私の妻にだけ出ているわけではございませんで、歴代の総理夫人にも出ているということは申し上げておきたいと思います。 そしてまた、安倍政権になってです、ね、海外出張が格段に増えている中にあって、例えば野田政権では、奥様が同行されたのは1回でございますが、うちの妻の場合は25回同行しておりますし、それと海外からです、ね、要人が来る数が劇的に増えておりますので、147回接遇を妻がしているということでございます。また在京の大使館外交団が これは相当多数のイベントを開催するわけでありますし、それぞれの国が、例えばミャンマー祭り等々のイベントを多く開催し、そこには出席をするということでございます。 そこで常駐は2人でございまして、あとの3名はいわば臨時ということになっているわけでございまして、特に外遊の際にはです、ね、そうした臨時の方々にもご協力をいただいているわけでございますが、大変そういう意味では、 私の夫人としてのです、ね、立場での仕事も大変、劇的に増えているということについて、ご理解をいただきたいと、このように思いますが、何名するかということについては、相談して決めていることでございまして、実は今でもです、ね、それは相当それぞれ2人の常駐の方は忙しい日程になっているということは、申し添えておきたいと思います。